メルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段程度などの、ご相談はお問い合わせベルベジンウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品がですね、7月の6日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。はい、それではまずはチャンピオン、はい、こちら、トリコの M サイズですね。少しですね、程度に関しては霜降りの、いわゆるグレーがですね、ちょっとこう薄くはなっております。ただプリントはですね、49ers、いいですね、このサンフランシスコ 49ers ですね。ここで WXL と書いてるんですが、実はボディは M です。はい、こういうちょっとギャップもね、いいと思います。はい、ちょっとね、雰囲気系の、霜降りのグレーです。サイズね、 M サイズちょっと小さ、僕には小さめですけれども、はい、まあ、プリントもね、可愛いですね。こちら6800円に消費税です。はい、続いても、チャンピオン、トリコのラージサイズですね。こちら 100% コットンの緑です。はい、そしてこちらもラバープリント、はい、これもね、バスケットのね、チームでしょうか、ボストンので、ラバーがでもいい感じに剥げております。結構濃いめのね、このグリーン、はい、意外とね、このグリーンボディの T シャツって少ないと思います。ラージサイズ、僕はちょうどいいサイズ感ですね。はい、状態もこちらはボディの状態はいいです。はい、こちらも6800円に消費税です。はい、続いて、ちょっとアート的な T シャツ、このスタンリー、まあ、このね、ボディの T シャツ結構ね、デザイン可愛いの多いです。はい、こちらもね、一応シールがついてるってことはね、デッドストックの状態、ちょっとね、ここにこれシミなのか、ちょっとアート的なのかが、難しいんですけれども、はい、まあ、シールがついた状態の、こちらがですね、96年のものであります。はい、まあ、プリントがね、非常に可愛いかと思います。ボディ、サイズが、表示ラージサイズですね。はい、自分が、はい、ちょうどいい感じ、まあ、これで一回乾燥機入れるとね、丈が少し詰まっていい感じになると思います。はい、後ろはシンプルに無地で可愛いですね。プリントが非常にいいと思います。こちら7800円に消費税です。はい、続いてこちらアートウェアコレクションと入ってます。サイズがラージサイズですね。 100% コットンの白ボディ、はい、もうまさにね、ちょっとアートピース的な、フォト、ね、年号とか特に入ってないんですけれども、まあ、90年代ボディじゃないでしょうか。ラージサイズ、はい、自分がちょうどいいサイズ感です。まあ、すごいシンプルですけれどもね、すごいプリントもこちらも非常に可愛いと思います。後ろはシンプルに無地です。はい、こちら15800円に消費税です。はい、続いてこちらがヘインズボディのビーフィーのラージサイズ、はい、こちらは、あの101匹のワンちゃんのね、シリーズなのか、まあ、プリントも非常にワンちゃん5匹で可愛いです。そしてちょっと滞在染めのようにね、全体的に、はい、総柄になっております。ラージサイズ、ビーフィーのラージは僕がちょうどいいサイズ感ですね。はい、プリントも非常に可愛いですし、このね、全体的なこう滞在の染めも非常にバランスいいと思います。まあ、このね、ワンちゃんのこの柄とこう似たようにしてるんでしょうか。はい、こちら12800円に消費税です。はい、続いてオールドのボーダー T シャツ、サイズがラージサイズですね。はい、こちらが 80% コットンの 20% がポリですね。はい、ロンTです。長袖のボーダーTってね、意外と少ないかと思います。ラージサイズですが、僕はちょっとね、小さめですね。ちょっと細めのシルエットです。はい、まあ、フェイクアルファとかでもね、YouTube ちゃんとボーダーティーいろいろ置いてますけれども、ちょっとこの太めのね、ラインっていうのもね、色目も可愛いんじゃないでしょうか。はい、状態はいいです。こちら7800円に消費税です。はい、続いてもオールドのジャンセンですね。はい、ジャンセンのミディアムサイズ。はい、こちらも、首元、こちら一つリンガー茶色ですけれども、茶色とパープルと白のね、ボーダー T シャツ 100% コットンですね。はい、着丈がね、少し、まあ、詰まってるのか短めですけれども、はい、ちょっと逆に形をね、今っぽくていいと思います。ラージサイズ、あ、ミディアムサイズなのでね、僕はちょっと小さいんですけれども、はい、これ状態もね、非常にいいです。ボーダー T、はい、こちらも7800円に消費税です。
はい、続いてこちらは、まあ、バイク系ですかね。おっと、はい、もうこのねナンバーワン、まあ、いわゆるあのハーレーのねシリーズでこのナンバーワンとこの正常機もありますけれども、はい、こちらスミスという染み込みです。はい、こちらボディが、ちょっとね消えておりますけれども、おそらくフルーツオブザルームのタグじゃないでしょうか。はい、見た目もラージサイズぐらいだと思います。はい、しかもバッグも両面ですね、両面染み込みプリント。はい、おそらくラージなので僕はちょうどいいサイズ感です。はい、状態もいいですね、白に染み込みかっこいいです。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いてこちらはデッドストックですね。はい、タグいいですね、このフルーツのタグでかっこいいですね。フルーツオブザルームラージサイズ、一応ボディはね50/50です。 50% コットンと 50% ポリですね。はい、白ボディ、こちら一応ねラバープリントです。はい、そしてバックプリントもラバープリントで、はい、こういう形で入っております。まあ、バイク系とかね、だいたい両面プリントが多いんですけども、やっぱそのデザイン大事ですね。はい、こちらラージサイズ、僕が多分ちょうどいいサイズなんです。はい、デッドストックなんですけども、ちょっとねここら辺の BSA のこの横に黄色いシミがあります。まあ、これね洗っていただければ、ある程度取れると思います。はい、こちらBSA のデッドストック12,800円に消費税です。はい、続いていいですね、こちらチャンピオンボディ、はい、バータグラージサイズですね、 100% コットン、黒ボディ、まず黒ボディ自体がね少ないですね。黒ボディ、そしてハーレーダビッドソンのこのラバープリント、ちょっとね下のに若干ちっちゃい小穴があるんですけども、若干しかも色がね少しフェードしております。そして裏バックプリント、ウッドストック、ハーレーニューヨーク、もうなんかこのプリントもね最高にかっこいいかと思います。はい、チャンピオンの 100% コットンのラージサイズはね少し縮んでます。僕も何枚かラージ持ってるんですけども、これ僕はちょっと小さいですね。はい、ただ需要はかなりあるサイズ感じゃないでしょうか。はい、チャンピオンの、バータグラージにハーレー、そしてウッドストックと両面です。はい、プリント最高ですね。はい、こちら29,800円に消費税です。はい、続いてですね、半袖シャツです。はい、こちら、リーですね、リーのボタンダウンシャツ。はい、そしてこちらサイズがね15/15 M サイズになります。 100% コットンですね。もうあまりこうリーのねこういったボタンダウンシャツとかあんまイメージないと思います。まあワーク系ね、ワークブランドとしてこういったボタンダウンもね出してるんですね。白といいますか、生成りですね、生成りの色です。そしてラージサイズ、これ僕はちょうどいいサイズ感ですね。はい、後ろもこういったデッドストックなのでね紙がついております。ここ実は3点止めのボタンもね中にあります。しかも下がねボックスタイプ、はい、ボタンダウンでボックスのタイプって結構ね、着やすいんじゃないでしょうか。はい、まあ、大体こうラウンドしてると思うんですけども、はい、合わせやすいと思います。こちらデッドストックで15,800円に消費税です。はい、続いてこちらが、いわゆるロングスリーブのこちらもボックスシャツ、サイズがですねミディアムサイズ、こちらも古いですね、リシンももちろんないので50年代あたりでしょうか。はい、これでちょっとね、透けるようなシアサッカーのような、ね、シャツなんですけれども、はい、サイズこちらね、15/15なのでミディアムサイズですね。はい、自分なんかはですね白 T 中に挟みます。はい、まあ V ネックのね白 T なんか何か挟むと、はい、ちょっとこの透けた感じもねおしゃれだと思いますし、はい、ちょっと後ろの方に若干のちょっとピンクっぽいシミはあるんですけど、そんな目立たないですね。はい、このちょっと柄っぽくなっているのがねいいと思います。はい、こちら7,800円に消費税です。はい、続いても、まあ、フェイクアルファのスタイルですね。こちら、あ、このタグ有名ですね。サイズがミディアムサイズ、はい、こういったねレイオンシャツよくこのブランド見かけます。はい、結構ね柄とか、はい、いいサイズ感じゃないでしょうか。ミディアムサイズで形がね非常にいいと思います。
しかも黄色綺麗ですね。色目も状態もね、綺麗だと思います。はい、結構こうフィフティーズ系のねシャツ着られる方、こういった結構こう派手めな色多いと思うので、まあピンクだったりとかね、まあ、この黄色も非常に綺麗だと思います。はい、こちら7800円に消費税です。続いてもフィフティーズのシャツですね。こちらが、サイズ、これ M、 あ ML と入ってます。16-16ハーフと入ってます。ちょっと見づらいですけど ML、はい、シアーっていうやつかね、まあ一応水色のねプルオーバータイプです。開きではなくて、はい、あフィフティーズ系のこういったシャツで、ね、プルオーバーもちょくちょく見かけます。まあ、こういったね胸のポケット部分にこういったねネイビーの、あと襟元にもこういったネイビー、 ML サイズなのでね、僕が多分ちょうどいいサイズ感です。プルオーバーなので、結構ねワンサイズ上げて着るぐらいが一番ちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、ザ・フィフティーズといったね、ちょっとこう縦にストライプが入っているようなこういったが、素材ですね、生地。はい、レイオンシャツ、こちら12,800円に消費税です。はい、続いてこれもいいですね、ピルグリムです。はい、そしてサイズが、ね、S サイズ、はい、これはエリシン入ってるので60年代あたりでしょうかね、コットン、ちょっとねシルエット細めです。はい、ただねプリントがいいですね、このオールドの車、まあ、今ね、ヴィンテージカーなんかもすごい値段が上がってるみたいですし、こういったね車好きの方ぜひね、こうちょっとディスプレイに飾ってもかっこいいんじゃないでしょうか。ちょっと僕はあんま車詳しくないんですけど、結構有名なこうちょっとレースっぽい車だったりですね、ありそうですね。これなんかちょっとポルシェっぽく見えますけど、はい、しかもね車の柄プラスこのタイヤの柄がねこうとこ全体的に入っているのが、これプリントとしてもかっこいいと思います。 S サイズ、僕はちょっと小さめです。はい、細めの男性ぜひ、こちら15,800円に消費税です。はい、続いても、こちらプルオーバーのですね、こちらもまあフィフティーズの、シャツになると思います。こちらサイズが S サイズ、はい、このブラウンのねちょっとこうウールミックスだと思うんですけれども、レーヨンとウールミックス、そして下こうリブ付きですね、そして襟元もこのリブのショールのタイプです。渋いですね、ちょっと自分は似合う自信ないんですけれども、はい、すいません S サイズなのでちょっと僕はね細いです。ぜひねフィフティーズ好きの方、はい、おすすめです。状態はね綺麗ですね、しかもブラウンとこのブラックに黄色のこういったラインがねおしゃれだと思います。こちら19,800円に消費税です。はい、続いてネルシャツ1枚、はい、こちらファイブラザー M サイズですね。はい、もううちもね、ネルシャツ、まあ、毎月のように仕入れてますが、まあ、この柄ももう定番です。はい、赤白黒の、はい、しかも M サイズ、僕はちょっと小さいんですけれども、はい、需要があるサイズだと思います。状態もね非常にいいです。はい、こちら6,800円に消費税です。続いて、スウェットになります。はい、こちら、フルーツオブザルームの XL ボディですね、白ボディのハーバードです。はい、僕も好きなハーバードですが、 XL ちょっとゆったりめで着れる感じですね、リバースとかではないんですけれども、まあ白ボディ状態もね非常にいいです。こちらで7,800円に消費税です。はい、続いて、はい、こちらラッセルですね、金ラッセルのラージサイズ、はい、こちらボディがね50-50の、ボディです。赤ボディ、はい、こちらサイズがラージサイズなので、まあ、ちょっと僕はねジャストサイズぐらいですかね。まあ、僕が着るなら XL ぐらいちょっとゆったり着てもいいと思うんですけれども、こちら赤いボディですが、はい、状態いいですね。はい、しかもスタンフォードプリントもこのラバープリントですね、ひび割れラバーですね、雰囲気いいと思います。はい、こちらも7,800円に消費税です。はい、続いてはヴィンテージスウェット、はい、こちらタグはねちょっと欠損してしまってるんですけど、こちら赤ボディのセパポケフルジップですね。パーカーだったり あると思うんですけど、こちらねパーカーなしのタイプの、はい、フルジップです。そしてポケットがねまたこのセパレートポケットいいですね。あと赤がこのフェードした
感じのこの色の雰囲気抜群にいいと思います。まあ、サイズもね一応ラージサイズぐらいはあると思います。はい、こちら 12,800円に消費税です。はい、続いてリバースリーブですね。刺繍のラージサイズ、白ボディ、そしてプリント、ラバープリントの3段、まあ、しかもねこの青赤のプリント可愛いですね、非常に。そして白ボディでめちゃめちゃ程度いいです。はい、綺麗ですね。ラージサイズ僕のサイズです。僕はちょうどいいサイズ感。はい、後ろは無地ですが綺麗です。こちら 15,800円に消費税です。はい、続いて刺繍のエクストララージ90年代ですね。グレーボディに緑のひび割れラバーですね。ちょっとしかもプリントが大きめ、このバランスいいですね。 XL ちょっとゆったりめです。はい、後ろも状態はいいと思いますね。はい、こちらで 12,800円に消費税です。はい、続いても刺繍のミディアムサイズ90年代ですね。先ほどのグレーとちょっと違う、ちょっとねいわゆるチャコールグレーのような、はい、これもちょっと珍しいんですけれども、通常のね色よりちょっとこう濃いめです。はい、このグレー実はね珍しいんですね。そしてしかも紫のプリント可愛いです。 M サイズ、はい、まあ、着れる方男性もねもちろん多いと思うんですけど、女性が着てもね可愛いんじゃないでしょうか。普通のグレーとちょっと違うので、はい、後ろは無地になります。状態もいいです。こちら 15,800円に消費税です。そしてこちらがトリコのラージサイズ、はい、80年代ですね。はい、僕の好きな 80s です。こちらねちょっとボディを、後ろ見てるんですけど、多分ねおそらくなんですけど、赤と一緒にこう洗ったんではないかなと思います。ただねステッチもね全部ねちょっとこういったうっすら、ピンクに染まっております。グレーボディでラバーのグレーボディにグレーのグレーと白のこういったプリントってね意外と少ないんです実は。はい、ラバーの3段プリントもね非常にいいと思いますし、ラージサイズ、はい、僕のサイズです。しかもトリコですね、いいですね。まあ、ちょっと人とね違った、ただのグレーじゃなくてっていう風な考え方でいくと非常にいいと思います。こちらも 15,800円に消費税です。はい、そして通常の霜降りグレーですね。こちらも刺繍のラージサイズ、はい、こちらメキシコ製です。はい、そしてプリント、これがね、ここに胸にワンポイント入るバージョンってもちろんシンプルでいいと思うんですけども、両面なんですね。後ろもプリント入ってます。はい、両面プリント数少ないですね。はい、MC と入ってるので、はい、前と同じプリントです。程度はね非常にいいと思います。はい、こちら 12,800円に消費税です。はい、続いてデッドストックのシャツ1枚、はい、こちらね、まあ、見たのでフルーツオブザルームなんですけれども、はい、T シャツなんかはね、まあ、先ほども紹介しましたがこちらね、半袖のボタンダウンシャツ、はい、そして黒いタグでねこちらフルーツオブザルームと入っております。なんかねあのどうしてもあのフルーツ のタグのイメージなんですけど、なんか逆にねこの黒タグかっこいいですね。はい、ボタンダウン、そして 50/50/50 の素材になります。70年代あたりですかねのデッドストック半袖の、シャツになります。オンラインの方にはねきちんと説明と、袋から出して、写真撮影してますのでそちらをチェックしてみてください。こちら 7,800円に消費税です。続いて、ブーツですね。はい、まあ、あのスニーカーブームは続いておりますけど、そろそろ秋口あたりからねブーツ来るんじゃないかなとちょっと僕は思っております。はい、こちらジョージコックスですね。はい、この厚底の、そして、サイズがね9.5メイドインイングランド、はい、まあ、革質はね相当いいと思います。はい、こっちのちょっとね僕はあのこっち履いたことがないんですけども、はい、うちのスタッフでもね何人か若い子が履いております。この、ね、厚底、はい、身長相当高く見えると思います。はい、まあ、でもねやっぱ見た目といい革質かっこいいですね。ジョージコックス、こちらで 12,800円に消費税です。はい、そしてエンジニアブーツですね。はい、こちら、オールドの70年代
のエンジニアブーツになります。はい、ソールもね、こういった形でかかとの部分綺麗に当時リペアが入ってると思いますね。はい、ここも全然ねまだ文字も見えますし、はい、状態に関してはかなりいいと思います。そしてサイズがね8です。まあ、26から 6.5 ぐらいですかね。はい、ちょっと前はねスチール入ってるんですけども、ちょっとね、まあ、レッドウィングをちょっとイメージすると少しちょっと細い感じで、はい、やはりこっちの方がねオールド感ありますね。はい、こちらのエンジニアブーツで25,800円に消費税です。はい、続いてジャケットですね。こちら、ヘリクルシャツです。はい、ミディアムショートですね。いいサイズですね。はい、ミディアムショート、僕はいろんなところで言いますけれども、こうミリタリーでミディアムショートは僕自分サイズですと。袖はねちょっと短いんですけれども、着丈といいね肩の感じ、僕はいつも、他のジャケットとかもミディアムショートを選びます。こちらちょっとね肩の部分に少しだけ焼けがあるんですけれども、まあ、これはこれで雰囲気といいサイズですね。はい、こちら7,800円に消費税です。はい、続いて M43、 結構いい感じにね味が出てます。そしてサイズが36のショート、うん、いいですね。ちょっとこういったね袖口とか、汚れと、まあ、ペンキといいますか飛んでます。36なのでね、僕はちょっと肩は入るんですけど、ちょっとビタッと小さめです。まあ、ちょっとこの辺もね軽くオーバーサイズで着てあげるとね、非常にかっこいいんじゃないでしょうか。まあ、全体的にいい感じの味が出てます。はい、こちらも7,800円に消費税です。はい、続いてワークジャケットですけれども、いいですね、ヘラクレスです。はい、こちらねタグがおそらくサイズ表記あったと思うんですけど、ちょっと取れてます。サイズね36ぐらいだと思いますね。はい、こちら3つポケットタイプ、まあ、こうジッパーですね。はい、そして袖にもこういった、はい、アジャスターついております。後ろ、はい、この肩と後ろの腰の部分にね同じくアジャスターがついてます。まあ、サイズ的には僕は小さいですが、ショートだけですね、いわゆる、50年代あたりだと思います。はい、こちら19,800円に消費税です。はい、続いてオーバーオールですけれども、はい、こちら、50年代ですね、ウォッシュコッシュです。はい、もうねこのデニムの色合い非常に縦落ち綺麗に入っております。まあ、ウォッシュコッシュといえばこのね緑の貫抜き、そしてこの四つ葉のボタンですけれども、はい、タグこちら、はい、あと後ろも三角タグですね、こちらの、はい、状態はね非常にいいと思います。ちょっとこういったね、まあ、ダメージといいますか、ちょっとこう味といいますか、はい、そして裾もオリジナルのチェーンステッチですね。はい、実寸ですね、こちら、36-31、3631、まあ、僕はちょっとねピタッとなりますが、はい、僕よりちょっと細ければ32インチぐらいの方だとねちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、レングスも若干長めですけどね、まあ女の子がちょっとダボッと女性が着てもかっこいいと思います。雰囲気抜群です。はい、オシコッシュのオーバーオール、こちら19,800円に消費税です。続いて、はい、パンツです。こちらねワークパンツなんですけれども、はい、こちらトップマスター、はい、こちらフラッシャーもねかっこいいですね。そして、まあ、いわゆるね 35% コットンの 65%、 これまあポリという形だと思うんですが、3329、これねサイズがいいんですね。これまさにね僕のサイズなんですけど、このね濃いチャコールグレー結構かっこいいと思います。シルエットもね、まあ、ズドーンとしてるシルエットに見えるんですけど、まあ、ディッキーズのね感じと似ています。はい、結構ねこの色といい、まあ、形シルエットいいんじゃないでしょうか。はい、デッドストックでこちら、7,800円に消費税です。はい、大人気ですね、もう501のブラックです。USA 製のブラックですね。はい、ちょっとこれはね全体的に色が少しグレーっぽくなってます。ただ状態がねいいのと、そして今回多いんですよね、3430、はい、いいサイズだと思います。僕は普段3330を履いてます、ブラックジーンズ。はい、このぐらいのね少しフェードした色落ちもいいんじゃないでしょうか。はい、USA 製のブラックでこちら9800円に消費税です。
はい、続いていい感じのヒゲですね。こちら USA 製の501、はい、もうね夏仕様として出来上がってます。耳のサイドの当たり、そしてパッチいいですね。ちょっとオールドの方の501 3331です。はい、後ろもね全体的にいい感じに落ちてます。特にね大きいダメージ一切ないですね。はい、そこがポイントです。実寸、32の、29ぐらいになってますね。もしかしたら当時ね裾を上げてあれかもしれませんが、綺麗に当たりもね裾口出てます。はい、こちら USS の501で15,800円に消費税です。はい、続いても同じく501の USA 製ですね。はい、こちらパッチはねちょっと欠損しております。はい、状態はね全体的にこちらもいいですね。実寸3132、はい、若干僕はレングス長いですけど、はい、こちらもね、いい感じの夏仕様に仕上がっております。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージのジーンズです。501の66前期、はい、トップボタン6ですね、6番の、はい、そしてこれがいいのがねパッチ、ちょっとね一応半分こう削れてしまってますが、サイズ3232です、表記が。はい、ということはもう実寸はね、はい、3130というのが分かります。そして赤タブスモール E のシングルスエッジですね、66前期、こちらもですね、全体的にいい感じに縦打ち色落ちしてます。そしてフロントもねいい感じのヒゲ、そしてね足元のこの足首の上ぐらいですかね、ちょっと多分一箇所ねダメージがあったのを多分ね当時の人が、リペアで直してますが、これがまた雰囲気いいんです。はい、そして下もねオリジナルのチェーンステッチ、内側にね当ててああいう風にリペアしてます。これ結構ね足元ポイントになるんじゃないでしょうか。サイズもいいサイズ、3130の実寸で結構履ける方多いと思います。そしてね股とかもね特にねリペアがないです。全体的には状態いいんですね。66前期もう夏にもってこいですね。はい、こちら29,800円に消費税です。29%です。はい、続いてこれはね女性におすすめですね。はい、501のビッグイです。ビッグイでちょっとこの膝のあたりにねリペアが入っておりますけれども、ちょっと綺麗にね直されてます。裾もオリジナルのチェーンステッチ、はい、そしてパッチがね、ちょっとこう欠けてますが、実寸おそらく パッチ2728です。はい、27の28、まあ結構一番ね501の中で小さいサイズなんですけども、はい、ビッグイですね。当然もうねザビッグイのこの綺麗な縦落ち、はい、そして実寸が26の26 2626、はい、かなりね細い女性、はい、まあ、男性でもまあ入る方もしかしたらいらっしゃるかもしれません。あとはね、例えば息子さん子供さんにちょっと履かせるのもありだと思います。はい、こちらですねビッグイで29,800円に消費税です。はい、続いてクラッシュのジーンズですね。はい、こちら501のビッグイです。はい、このね股の部分ね、ここちょっとこう当て布といいますか、はい、貼って直してたりしますけれども、またそうですね少しね擦れております。あとは膝ですね、ここにもう完全に別の生地をはめて、その上がちょっと破けたりとか、膝の部分こっち側側もね、ちょっとこう簡単にリペアされてます。あとここちょっと破けてますけれども、雰囲気としてはね抜群です。なかなかね自分でこういったものを作ろうっていうのも難しいですし、リペア屋さんとねすごい相談しながらこういう風なリペアをしなきゃダメです。まあこの状態でねあえて履くのも一つありかなと思います。そして再度ねちょっとここの耳の部分、はい、少しねちょっとミシンで適当に直しちゃってるので、この辺はねうまくリペア屋さんでやれば綺麗に直せると思います。はい、裾はオリジナルの一応チェーンステッチが少し残ってますね。なのでレングスに関しては同じオリジナルです。そしてすみません後ろパッチはね一応残ってるんですけど表記ちょっと読めません。そして赤タブビッグイですね。後ろもちょっとポツポツダメージはあるんですけど縦落ち綺麗に出てます。はい、こちら実寸が3231ゴールデンサイズなんですね。こちらパッチ表記はおそらく3333、はい、もう僕がジャストサイズです。
見た感じどうでしょうか。いい感じのクラッシュです。このいい感じのクラッシュのいいサイズを探すのがまた難しいんですね。はい、こちらある意味おすすめです。びっくりで39,800円に消費税です。はい、そして今日は大きめの方ぜひ、はい、こちら 501XX です。はい、もうこちらね、色もねいい感じにひげが、あと縦落ちとサイドのね当たりと綺麗に出てます。若干ですね股の部分、このお尻にかけて少しこのクロスの部分に叩きのリペアが入っております。はい、でもね綺麗に直ってます。そして後ろなんですけれども、はい、レザーパッチがねまだ綺麗に残っております。こっち側ちょっとね切れてしまった、外れてしまってますが、ちゃんとこのステッチ縫われてますね。そして、ベルトループがセンター、はい、ここのね股の、真ん中部分、ここにも少しリペアは入ってます。でも綺麗にね直されてます。そして赤タブが両面タブ、両面のもちろんびっくりです。はい、レザーパッチのセンターループということは54年頃、はい、後ろもね縦打ち綺麗に入ってます。そしてレングスもステッチがねちょっとほどけてる部分もあるんですが、オリジナルのチェーンステッチ。はい、こちらがですね実寸がね3829です。38が実寸ということはパッチ表記はおそらく40表記、そしてレングスが29ということは31ぐらいだと思います。なのでパッチ表記40のレングスが31、これが縮んだサイズですね。はい、ちょっとねまあ大きめ、もしくは最近僕の先輩ともやってるんですけど、ちょっとオーバーサイズ、そろそろねギュッと締めて大きく履いてもかっこいいんじゃないでしょうか。はい、股のリペアは綺麗に入ってます。あと全体的には生地もまだねしっかりしてますし、色落ち抜群です。はい、レザーパッチの WX3829 実寸です。こちら198,000円に消費税です。1キュップです。はい、まあ、今日もね WX 紹介できてよかったです。7月、まあ、これからねまだちょっと梅雨時期、あの雨の時期続いてますが、お店の方も、商品入荷してますし、あと、オンラインストアの方にもどんどん上げていきます。チェックの方お願いします。